はい、こんにちは、116ウィンズです。いや、この間デバースの契約延長について話した記憶がありますが、まさかこんなに早くまとまるとは。今日レッドソックスはラファエル・デバースと11年総額3億3100万ドルの契約延長に合意したと報道が出ましたね。今季2023年シーズン終了後に FA となる予定だったデバースは、 FA 市場に出ればオフの注目選手となっていたでしょうが、生涯レッドソックスの道を選んだと。デバースとレッドソックスの契約延長交渉については、一部報道では交渉が難航しているみたいな話も出ていまして、で、それが特に大幅に進展したみたいな情報も出ていませんでしたので、話が一気に進展した格好となりました。今オフのレッドソックスはフランチャイズのスター選手であるザンダーボーガーツを FA で流出し、また補強の面でも少々不可解な契約もあったりと、ファンの間でもその動きについては賛否両論な印象でしたが、レッドソックスのハイム・ブルーム GM が最優先事項に挙げていたデバースとの契約延長をまとめたことで、その印象は多少は変わってくるかもしれませんね。今回はレッドソックスとデバースの契約延長についてお話しできればなと思っています。先ほどデバースの契約延長については話が一気に進展したとお話したと思いましたが、というのも昨日デバースとレッドソックスは今季2023年の年俸について1750万ドルで合意して年俸調停を回避したばかりだったので、そこから一気に契約延長に発展した印象を受けたからです。年俸調停の資格を持っている選手がオフの間に今季の年俸を決めて年俸調停を回避する一連のプロセスは、まあどの選手もたどる過程といいましょうか、契約延長とか関係なしにたどるプロセスなんですけれども、デバースとレッドソックスの両者が少なくとも今の段階で話し合いの場を設けているのは好材料であるものの、このタイミングで契約延長ではなく年俸調停を回避しての1年契約を発表となると、まあ一般的には契約延長交渉がそこまで進んでいないことの方が多いのかなと。わざわざ今期の年俸だけは今決めなくとも、契約延長と一緒にまとめて決めてしまえばいいわけですからね。そうしなかったということは契約延長交渉が行き詰まっていて、とりあえず近いうちに決める必要がある今期の年俸を決める方向に動いたのかなと思ったわけですよ。ところがそうではなかったと、翌日に契約延長をまとめてくる展開はちょっと読めませんでした。また事前の報道からデバースとレッドソックス双方の希望額に溝があるとも伝えられていましたので、そんなにすぐに契約延長まとまることはないんだろうなと思っていた部分もありました。デバース側が総額で3億ドル以上の契約を望んでいるのに対して、レッドソックス側は今年4月の時点で2億ドル規模の契約を提示しているみたいな話が報道として出ていて、両者の差が1億ドルくらい離れていたわけですからね。確かにその後レッドソックスのブルーム GM がデバースとの契約延長がチームにとって最優先事項と話していたあたり、条件を今後上げることも示唆していましたので、徐々にデバースの希望に近づいていくとは見込まれてはいました。またボガーツが流出し、さらに2年続けて生え抜きのスター選手、デバースも移籍となればフロントへの批判もさらに強まる可能性もありそうでしたので、レッドソックス側の姿勢が譲歩の方向に変わりつつあるとは思ってはいましたが、それでも大型契約に関しては堅実寄りと思っていたブルーム GM のことなので、3億ドルを超えるオファーはしないんじゃないのかなと個人的に思っていただけに、レッドソックス側が相当な譲歩を見せた結果、かなり思い切った結果としてデバースを囲い込めたのかもしれませんね。デバースにとっては念願の3億ドル級の契約ゲットとなりました。来季26歳のシーズン終了後に FA 予定と、若くして FA 市場に出ることができ、最注目選手の一人となることが予想されていましたが、FA 市場と同等かそれ以上の契約をもらえたんじゃないでしょうか。通算 OPS が8割5分4厘、昨年も8割7分9厘とバッティングに関しては好成績ですし、また打球関連の指標も優秀と、今の MLB の中でもトップクラスのバッターの一人で、守備には少し不安はあるものの、2019年以降のフルシーズン3年間でウィンザボールプレイスメントが 13.3 と、バッティングだけでも大きな価値を埋めるスター選手。これからもレッドソックス打線の中軸として、フランチャイズの顔として活躍する姿がしばらく見ることができそうですね。レッドソックスファンの方々もまずはデバースが残ってくれたこと、こちらには喜んでいる方も多いのではないでしょうか。で、個人的にはデバースにとっても今回相当いい契約をもらえたのではないかとも思っています。デバースの今回の契約総額3億3100万ドルは MLB 史上6番目の高額契約で、その上にはトラウト、ベッツ、ジャッジ、リンドア、タティスジュニアとそうそうたる面々が並んでいます。ただ全員トータルで大きな貢献を見込める選手たちですので、守備に不安があり、ポジションの面でも将来的にはファーストか DH に移るであろうデバースがこれほどの規模の契約をもらえたのは、むしろちょっとびっくりした感じすらありますね。
以前も比べましたが、デバースと同じサードで、2018年オフにデバースと同じような年齢、25歳のシーズン終了後に FA となったマニー・マチャドが10年総額3億ドルの契約でしたので、マチャドと比べてしまうとデバースの今回の契約はちょっとお高めなのかなと。FA までのシーズンの比較において攻撃面では今のところデバースとマチャドに大きな差はなく、まあ、直近シーズンを重視すればさすがにデバースの方が上かもしれませんが、マチャドは守備面も名手で攻守に大きな貢献を見込めるわけで、その彼が3億ドルだったことを考えると守備に不安を抱えるデバースがそれ以上の契約となったのはやはりちょっと高めかなと思う部分はあります。FA までの時点においてデバースがマチャドよりも選手として上とはちょっと考えにくいですからね。またデバースの契約総額3億3100万ドルとほぼ同額、年数は異なりますが、2018年オフに13年総額3億3000万ドルの契約をフィリーズと結んだブライス・ハーパーとも比較するとこんな感じ。ポジションは違えど、ハーパーも守備にそこまで強みはないので比較対象としては悪くないと思っていますが、ハーパーは FA 直前のシーズンまでで通算の WRC プラスが140あるのに対して、デバースは通算が123、昨年の WRC プラスがキャリアハイの141となっていますので、ハーパーほどに打撃が突き抜けていないとは言えるのかなと。もちろん長期契約ではデバースの将来を買っているわけで、これから打力がさらに上がる可能性もあるでしょうが、現時点の成績ではやはりハーパーほどに欠損はしていないと。MLB にもインフレの波が押し寄せていますので、2018年オフの契約と今の契約を純粋に比較することができないことは分かってはいますが、それを加味してもやっぱりちょっと高めな印象は拭えません。裏を返せばレッドソックスとしてはそれだけデバースを残したかったと捉えることもでき、チームとしてもフランチャイズのスター選手が次々移籍する中でデバースも逃すわけにはいかない。多少高くなったとしてもやるしかなかった契約なのかもしれません。そういう意味ではヤンキースがジャッジに対して意地を見せたのと近いかもしれませんね。レッドソックスとしてはこれだけの契約でデバースを残した以上、彼にはこれから球団のレジェンドクラスに近づいてほしいと願っているでしょう。新しい時代のレッドソックスのリーダーとしての役割も期待しているところでしょうし、デバース自身も最近は英語の習得に努めるなど、少しでもチームメイトと円滑なコミュニケーションができるよう努力しているという話もありますので、自分がチームからそういった立場を期待されていることも分かっているはずです。レッドソックスのレジェンドたち、テッド・ウィリアムスやカール・ヤストレムスキー、デイビッド・オルティズなどのような選手たちとなってチームを牽引、願わくばチームを世界一と導くコアとなれば、ここ数年のベッツやボガーツとの別れという痛みを耐えてきた甲斐もあるでしょう。若いデバースの残留に最終的には全力を注いだ格好となったレッドソックスは、これからどんな未来を描くのでしょうか。皆さんは今回のレッドソックスとデバースの契約延長についてどうお考えでしょうか。ぜひですね、皆さんの考えもコメント欄に残していただけると幸いです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。